オーエンディ・ヤングオーエンディ・ヤングは、アメリカ合衆国の財政家、法律家、外交官。ニューヨーク州、ハーキマー・グン・スターク出身。1919年に RCA を創立、1929年までその会長を務めた。さらに1922年から1939年まで、ゼネラル・エレクトリックの会長も務めた。その後は、NBC の設立を援助した。 1942年から1945年まで、ゼネラルエレクトリックの会長を再び務めた。第一次世界大戦終結後、ドイツ賠償委員会に参加。ベルサイユ条約に基づくドイツ帝国の賠償返済を円滑に進めるべく1924年に、同図案をまとめた。その後、1929年に同委員会議長となり、 さらに賠償額を減額したヤング案を成立させた。その功績が評価され、同年にタイムのマンオブザイヤーに選ばれた。この年にはアイグの監査役にも就任している。ヤングはいわばモルガン資本の利益を代表する欧州経済への切り込み隊長であった。翌1930年にはドイツの賠償金支払いを統括する国際決済銀行を設立した。 マン・オブ・ザ・ヤーに選ばれたヤングはタイム氏1930年1月6日号の表紙を飾った。ありがとうございます。